はい、皆さんこんにちは、ここは東京の代官山とある場所、ここでワンピース専門店を23年間やっておりました。この度閉店することになりました。いや、いろんな方が手伝ってくれて、だいぶ解体も進んだんですけれども、結構大変ですね。解体で出てきたこの商品を飾っていた板ですね、2m40 あっていい木なんで、これを使ってまた新たな挑戦をしていきたいと思います。はい、じゃあ、はい、鍵こちら。廃材の再利用作業開始です。ペンキ剥がしから始めます。23年もののペンキは硬いですね。いや、これは大変だな。こんな調子だと全部削るのに10時間かかってしまいますね。新兵器電動カンナで削っていきます。1投目失敗。深掘りしてしまいました。いや、このメモリは結構アバウトですね。ずっと回り続けるので。ならば異なる深さで模様を作っていくことにします。他の板で試し切りしてからやるべきでした。段差をサンダーで滑らかに削っていくと、まずまずいい感じです。新たな YouTube コースを考えながら作ってます。なんか世界情勢どんどん怪しい雰囲気になってきてますね。日照りが続き沼の水かさが下がってくると、沼底で転がって湿った土を身にまといお団子状になって、じーっと雨を待つドロウオって魚いるんですよ。いずれ雨が降り水かさが増し、そして大海原にまた泳いでいくって感じ。世界経済が良くなってきたらまたワンピース屋さんやりたいですね。自分はやべえ失敗したってなった時はリカバリーに燃えるタイプみたい。基本褒められて伸びるタイプなんですけど。磨き作業は地味ですが好きです。どんどん完成度が高まって輝いてくる感じが何とも言えませんね。
一夜明けましたので作業を再開します。どうでしょう、失敗してリカバリー、逆にいいデザインになって自分なりには大満足してます。オイラの秘密基地もだんだん充実してきましたね。まだまだ作りたいものがいっぱいあるんですよ。はい、ここが新たな取り組みを開始する場所。コンクリ壁に直接取り付けていきます。まずは振動ドリルで下穴開け、インパクトでコンクリビスを打っていきます。いつも何かに情熱かけて挑戦していないとどんどんふぬけになっていく自分なんで、はい。合計8本のコンクリ一発ビスでがっちり止まりました。念のため L 字の固定パーツをつけていきます。はい、これで手をついて体重をかけても安心ですね。あ、星野さん、今度星野さんにお願いしたいことあって、うん、お、はいはい、もうすぐ俺の彼女の誕生日で、なんか写真撮ってプレゼントしたいと思ってるんですよね。彼女コンプレックス持ってるみたいなんで、うん、あの星野さん今度ヘアメイクやってもらえないですかね。もう全然いいよ、やるよ。喜んで。私の本職はヘアメイク。これまでの DIY と旅の投稿に加えて、これから新たにヘアメイク、変身、ビフォーアフターもやっていこうと思っています。第1弾として MH さんの彼女、可愛く美しくしていけるように頑張っていこうと思っております。いつも見ていただいてありがとうございます。次回もまたぜひ見に来てください。チャンネル登録お願いします。あ、高評価も。